い、どうもこんにちは。この動画ではアフターエフェクツの基本ということでフレームの固定とマスクを使ったトリック動画を作っていきます。今回のアクションステップはこちら。アフターエフェクツを使う上でマスクは便利な機能ですが、今回はいくつかのテクニックを紹介します。マスクの力を手にすると、俺は人間をやめるぞと言えるほどの力を手にできますので、ぜひとも真似してみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。さあ、ということで、まずはじめにアフターエフェクツに入れる動画をあらかじめ撮影しておきます。今回は固定したカメラを使っておりますが、3D カメラトラッカーを使えば手持ちのカメラでも作ることができます。ぜひともジョジョ立ちを極めようじゃないか。ということで、このジョセフのポーズのところでストップしておいて、クリップをコマンド D で複製しておきます。この状態で右クリックをして、この中の時間の中にあるフリーズフレームでフレームを固定していきます。ザワールド。さあ、これでこのフレームで動画を固定することができました。では早速、この固定されたポーズに合わせて、キーボード G のペンツールで周りをなぞっていきます。ストーンフリーを操るがごとく、この線を操っていきます。この時、ハンドルをオルトキーで動かしながら書いていくとやりやすいです。ちなみに、マスクを切ると画面をいちいちずらすのが面倒なので、この際にもハンドルを動かすと画面を移動できるのでやりやすいです。最初の頃はこのペンツールを使いこなせないかもしれませんが、 HB の鉛筆をへし折ることと同じようにできて当然と思うことですじゃ。マスクが完了しました。お分かりかもしれませんが、今回はこの固定したシーンを人物が登場したとともに表示したり非表示にすることによって最初のエフェクトを作ることができます。最初だけ残せば人物が重なった時に合体するようになります。逆に後ろの方を残すことによって人物がポーズを取った時に固定フレームが残ります。この時の注意点として、これで動画を再生してみるとそのまま静止画が動画内に浮いているような感じです。これはなぜかというと足元の影が切り抜かれていないからですね。ということで影を踏んで記憶を取り戻していきましょう。続けざまにペンツールでこの上から影の部分となる場所をマスクを切っていきます。ピンクのマスクと青のマスク。そしたら続いてキーボード F でマスクの境界線をぼかしていきます。まずピンクの部分はきっちりマスクを切っていきましたので、ぼかしは1くらいにしておきます。エッジがぼけていると背景となじむようになります。続いて下の影のぼかしですが、これは100くらいにまで上げてみます。こうすることでぼけた感じで地面に影もマスクを切ることができます。後ろを歩いていても自然に見えますね。と、このような感じでマスクを切っておいたら、マスクのぼかしを使って後ろの背景となじむようにしていきます。では続いてのポーズですが、これまた先ほどと同じように複製してフリーズした素材をマスクを切っておきます。先ほどまではマスクを切って、そして影の部分を追加したということで、マスクの設定は Add、 つまり加算にしておりました。しかし今回のマスクはくり抜くマスクを作っていきます。ということで足であったり手の間にある隙間を、これまたマスクを切っていきます。スティッキーフィンガースみたいな感じですね。さあ、そしてマスクのメニューを見ると、ここにくり抜くためのマスクがありますので、この設定をサブトラクト、つまり減算にしておきましょう。減算という名前の通り、マスクを切った部分をくり抜くことができます。さあ、ということで今回のマスクの基本は以上です。これだけでもいろんな面白い映像が作れるので真似してみてください。それでは最後にアフターエフェクツらしく、ここにちょっとしたエフェクトを加えていきましょうか。ということで、わかりやすく一つ目のポーズのクリップをピンク色にしておりますが、これをキスで複製しておきます。コマンドシフトを押しながら20フレームほど移動させておいたら、オルトカッコでクリップをカット、最初のところでスケール、そして不透明度にキーフレームを打っておきましょう。そしたらクリップの終わりでこれを拡大させていきますが、アンカーポイントは腰のあたりにしておきます。そしたらスケールを上げて不透明度を0に下げておきます。速度グラフを開いたら、最初の方で爆発的に速度を集中させておきましょう。さあ、これだけでも何か残像のようなものが前へと飛び出していきます。スタンドが出現するみたいですね。そしたらここにエフェクトからファインドエッジス、輪郭検出というものを探し出して、これを適用しておきます。このスタンド能力はエッジの部分を検出してくれますので、反転しておいてからエッジの部分だけ白く表示されるようにしておきましょう。さあ、スタンドっぽくなりました。しかし、ここでモード設定をスクリーンにしておいて、黒い部分を見えないようにしておきます。こうすることで輪郭線だけが表示されるようになります。
そしたら今度はここにグローを適用して光らせていきましょう。色の設定は A&B にしておいてから、今回はこの A と B を赤っぽくしていきます。色位置は下げておいて、半径は若干上げておいてもいいかもしれません。もっとグローの質感を上げるために、このグローは複製していくつか重ねていきます。見ていきながらいい感じのネオンっぽい感じになるまでグローで調整していきましょう。さあ、するとフリーズフレームに切り替わった瞬間にグローのかかったネオンがバーンと飛び出るようになります。ダンス動画にも使えますので試してみてください。ちなみに2つ目以降はコピペで作ることができます。さっきと同じように尺だけ調整しておきます。そしたらエフェクトをすべて選択してコピーして2つ目にペーストしておきましょう。ここでモードをスクリーンにしてキーフレームのところも同様にコピーしておいてからクリップの最初のところで貼り付けておきます。さあ、これで動きもコピペで出来上がりです。ここで色を変えたい場合は面倒なのでエフェクトからヒューサチュレーション色相彩度を適用してこの車輪みたいなのをぐるぐる回して色を変更していきます。さあ、これでもうほとんど完成です。まあ他にも複製してみたりショックウェーブを加えたりと色々とできますので、ここのところは工夫しながら失敗を恐れずに挑戦していきましょう。真の失敗とは開拓の心を忘れ困難に挑戦することに無縁のところにいる者たちのことを言うのだ。さあ、ということで今回の動画は以上です。楽しんでいただけたでしょうか。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。